皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録は、環境は自分で作ることができるということについてお伝えしていきたいと思います。お仕事をしているとですね、当然ですけれども、ご自宅の環境とか状況っていうのは皆さんそれぞれ違う、千差万別、全く同じ家なんてありえないんですよね。まずご本人が一人の人でしかありえないし、その方が選んだあの旦那さん、その方が産んだお子さんっていう形で家族がもしも形成されていた場合にはですね、その家族のルールっていうのが当然あって、お金の使い方、価値観、時間の使い方、すべて各家によって状況は違います。なので環境は自分で作ることができるっていうことを理解していないと、家のせいにしたり、旦那さんのせいにしたり、子供のせいにしたり、そしてその逆の果てには自分には、そういう縛られた環境があるからうまくいかないとか、他の部分にこう責任を転嫁する動きが多くなっちゃうんですよね。まずそのもう状態がその状態なわけですから、じゃあ例えば環境ね、変えるっていう意味で、じゃあ夫婦だったら離婚をするのかとか、そういう話になっちゃうじゃないですか。それを環境変えるっていうことならもちろんそれでも構わないんですけれども、今ある状態で、どうやればできるかっていうことを考えるっていうことですね。だから環境は今縛られているかもしれないけれども、その中でできる精一杯のことを考えるっていうふうにした時にはですね、縛られていると感じるのか、この制限の中でできるから、スキルが上がる、ないしは時間の使い方がうまくなる、で環境が変わった時にはそれが単純にタガが外れるわけですから、もっと大きく伸びていくことができますよね。で実際にやはりそういう方いらっしゃいますよ。こういう時間にものすごく限られた状態の中でどういうふうにできるかを必死に考えてやった人は、その時間の環境のタガが外れた時にぐんと伸びるっていうこともあるので、今変えようがないことは嘆いてもしょうがないし、そこをどうしていったらいいのかっていうのを考えてやっていくしかないんですよね。だからあの人はいいなとか、私にはそういう環境がないからうまくいかないんだっていうのはおかしくって、どんな環境でも頑張る人は頑張るし、頑張れない人は頑張れないんですよ。人から見てものすごく恵まれた状況であってもうまくいかない人なんて山ほどいるし、逆境、むしろそっちの方がビジネスってうまくいくんじゃないかなと思うんですけど、逆境の中、厳しい状態、苦しい状態の中でやっていくような人の方が結構うまくいったりします。だから環境のせいにするのじゃなく、自分が真ん中にあって、その環境をどういうふうに生かしながら、ないしは辛い環境だったとしても、そこを外した状態で自分はどういうふうに動けるのかって考える方がうまくいく要因になります。だからいろんな環境が、あるんですよ。辛い環境っていうのは人それぞれで、だけれども、そこにフォーカスしてしまうと身動きが取れなくなってしまうので、自分で環境をどういうふうに作っていけるのか、時間の使い方とかお金の使い方も含めてですね、それを必死に考えながらやってるうちに打開策が見えてきたりとかするので、環境のせいにはしない、環境も自分で作ることができると決めれば主体的に動くことができますので、今もしかしたら辛い状況にいる方もいらっしゃるかもしれないけど、その中で自分はどういう方向で動いたらその先につながるだろうって必死に考えながら、ちょっとずつでも前に進んでいくっていうことは結構必要なのかなっていうふうに思ったりしてますので、頑張ってください。それでは。